うん、癒されますね。エレベーターはここまで。上に向かう方法はあるの？中央の螺旋階段を利用できないでしょう。
ち。プレイじゃないから、いいから早く助けなさい。うるさいわね、このまま無力化するわよ。傷つけないように気絶させるのも難しいわね。っていうか遅いじゃない。何のこと。こっちが要求する番よ。階段はロックがかかってる。
開けられるのはこのカードだけ。上に向かいたければ私に手を貸してもらうわ。回答。それに本命はこれからよ。連中に乗っ取られた映画祭を、捕まってるみんなを何としても奪い返す。でも一人じゃちょっとだけ難しそうだから、あんたたちに手伝わせてあげるってだけ。文句ある？猫の手言うな。まあいいわ、とにかく共同戦線成立ってわけね。それじゃあ改めて目指すわよ。ホテル最上階、授賞式会場をね。あんたとどういう関係かはともかく、遅れた連中も一応気をつけておくか。もうよろしく頼んだわよ。これは間違いなさそうですね。まあ今は気づかぬふりでよろしいかと。遠隔攻撃に注意してください。Shut up!
見ないでくれる？そこは見ないてんなよ、じゃねえのかよ。お約束だろ。えい、どれお約束よ。Thank you.
ちらも。なんとか踏ん張ってるみてえだな。仮面で強化された超人相手によく食らいつけるもんだよね。お姉ちゃんだからです。出やがったな、サイコ野郎。皆さん。おお、助けに来てくれたんじゃな。ニナさん、ゴッチ監督も。とりあえず怪我とかはないみたいね。グリムキャッツ、噂のけしからんメス猫がどうして。けしからん言うな。でもどうしてここに。まあちょっととある女優に頼まれちゃってね。巷で噂の怪盗だっけ。僕らのお宝を奪いに来たのかな。君たちと対立してたかと思ったけど。別に仲良くはしちゃいねえさ。てめえらをぶちのめすのに都合がいいだけだ。はい、敵討ちだけじゃなくシャヒーナさんたちのためにも。悪いが少し静かにしてもらおうか。舞台もいよいよクライマックスに差し掛かったところだ。ここで見逃したらもったいないだろう。ごめんよボス。おい、まさか。あの人が。アルマータを仕切っているジェラール・ダンテスという裏解決屋だったか。はじめましてという気はしないな。これまでの縁もある。よければ一緒に見ていくという。見届けはするが、一緒にっつうのは遠慮しておくぜ。あの子たちの頑張りにケチがついちまいそうだからな。それは残念だ。アルマータのドン、驚異度 SS クラスの危険人物ですか。これまでの縁はともかく、確かにこの地でも初めてではありませんね。何？もしかして。カジノにいた。構成員や半グレの影はね。なんてのは、とんだ見込み違いか。まさか頭自らが最初から潜伏してたとはな。何？効率の問題だ。これでも現場主義なんでな。用済みの駒と陣地の廃棄に鍵と商品の試験運用も含めて。てめえ。なるほどな。いろいろありそうだが、お前らの主目的は要するに実験だったってわけか。その装置とドラッグを組み合わせてどれだけのことを引き起こせるか。クレイユやラングポートでもそんなことを言ってましたが、今のこの状況、手段ではなくそのものが目的だったんですね。正解だ。嗜好品を絡めた新たな流通ルートに遺産を介した人工的な暴動発生。どのデータも今後の展開にそれなりに有意義ではあるだろう。あの仮面は一回限りだが、ああいう使い方ならば惜しくはない。よくやったな、メルキオル。ありがとうボス。人の弱みや暗い部分に取り付いて力の代行者としてくぐつかする。1年半前にクロスベルに探りを入れて予備を盗んだ甲斐があったよ。なんて人たち。脅威度SS プラスに格上げが必要そうですね。そうか、彼女が関わったっていう。これ以上こんなことを続けさせるわけにはいきません。そのゲネシス何としても手放してもらいます。ああ、別にそれは構わんぞ。いずれ正当な所有者のもとに集まる。
もともとそういう代物のようだからな。え？どうやらいろいろご存知のようじゃねえか。ほんの一部ではあるがな。さて、こちらとしては成果を確認できた時点で目的は達成している。このまま引いてもいいんだが。シェリド殿下。なあ次長も、なんとか逃れたんじゃ。バン君たち、すまない。まさか殿下たちにもあの薬物の成分を。正解。ウェルカムドリンクにほんの数滴ね。これが最後の余興だ。あの踊り手たちに負けないくらい存分に楽しませてもらおうか。さあさあお立ち合い。めくるめく祭りの鳥を飾るのはネッサの国の皇太子とその忠実なるしもべ。挑みたるは使徒の裏解決や。果たしてその運命やいかに。黄金の陶器。やべえなこりゃ。冷圧上昇、砂岩窟の時とは比較にならないでしょう。皆さん、どうするつもりじゃ。こうなりゃぜひもね。まずは無力化させてもらいますよ。大切なスポンサーだからこそ、なんとか目覚めさせてみせるわ。はい、サーラさんやシャヒーナさんたちのためにも。さあ展開。行くぞ。おまけです。
見事です。さすがだな。お二人が持
元に。やりましたね。いや、ここからだ。こいつにはまだ先がある。あらゆる感情の根源にあるもの、恐怖を揺り動かすほどの働きが。さあ、見せてもらおうか。なぜ？これは私のマナを。まさか俺の時と同じ。嘘でしょ。アイーダさんやアーロンさんの時みたいな。おとぎ話のウルス・ラグナ。どうやら高異次元のヤバいのを引き込んじゃったみたいだね。君たち逃げたま。メアコ、やっと仕込みが活かせるぜ。頼んだ担当 SC。 え、かしこまりました。緊急時のバイタルサポートクリア。疑似栄養による強振制御成功。ホローコアのオーバークロックを抑制。え、ちょ、何これ。なんか余計なことをされてるような。問答は抜きだ。やる。そのメイドと仕込んでたわね。あんもうテイクカクレイクなんじゃ、あのかっちょいいヴィランは。見逃してたんだよね。青黒い魔装機、なかなかかっこいいじゃないか。まさかな。バンさん大丈夫。息吹も安定しています。暴走しそうなタイミングで強制的に介入しやがったのか。ええ、バン様の相談を受けて。
ルーシャに仕えし黄金のウルス・ラグナ、そんなもんと一体化するとはどんだけ規格外だ。この護衛官さんは。バンさん、お見事でした。やってくれたようだね。どっちもすごいじゃない。いまいちどういう風に変身したかわからなかったけど。よっしゃ。ざまあ見ろってろ。一矢報いました。悪くない判断だ。不意打ちなんてやるじゃない。観念なさい。悪趣味な趣向はここまでよ。ああ、名残惜しいがそのようだ。黄金の光が。やりやがったか。まだ早いわ。まだパレードは終わってないもの。最後までやりきりましょう。たくさんの人が後押ししてくれた私たちのこれからの踊りを。おねえ、CID も介入してるから何らかの情報規制はありそうだけど。ああ、だが少しくらいはこの熱を届けられるだろう。思い描いてた以上のパレードじゃ。すごいですね。ええ、
本当に生のステージか。クロスベルに行った彼女も。え？うん。って近いわよ。すみません、でもできれば手当てを。ああもう終わりか。ちょっと物足りない気もするな。どうしようボス。いや十分すぎる成果だろうなあ裏解決や。おい何勝手に終わった雰囲気出してやがる。このまま逃げられるとでも。逃げる？何を言っている。いけない、皆さん下がれ。メルキオール、うっかり巻き込むところだったね。気にしないでよ、スリルは大好きだからさ。僕メルキオール、やはり無用に挑発的ですね。まあ彼女にも問題はある。じゃれ合っているだけだろ。ふざけんじゃないよてめえらは。あの人形使いも行かせない。チャオ、まあまあ楽しかったよ。つくづく縁があるようだ。また会うこともあるだろう。待て、最後に一つだけ聞かせろ。お前らどこまでやるつもりだ。決まっているだろう、スプリガン。どこまでもだ。最新鋭のステルステ、あんな代物まで使ってるとはな。ええ、まだ市場に出回っていないタイプです。やばっ。あとのことは任せたわね。それじゃあ、手当てがまだ。行っちまったか。ちょっと水臭いような。ニナ、無事。おいおい。あはは。ジュディス先輩、よかった。はぐれてからずっと心配して。すごく消耗してるみたい。大丈夫ですか？平気よ平気、ずっと逃げ回ってただけだから。ジュディス君、見たかね、あの生グリムキャッツを。あれぞまさにセクシー&スペクタクル。わしの108ある理想形の一つと言えよう。のー交渉連、ラムのやつに貸すための作品作りを。さすがはゴッチ監督。まあ煩悩の数はさておき、負けん気は見習いたいかもね。おじいちゃん、お母さんに、おばあちゃんも。ま、それぞれ思うところはあんだろう。だが依頼人も全員無事かは微妙だが、なんとか落としどころには持っていけた。臨時ボーナスも入りそうだし。よくやった。全員及第点をやるよ。お、て
てめえごときに採点しきれる器じゃねえっつの。これにて今回の出航も終わりですね。お疲れ様でした、バン様。皆様方も。ああ、つうかお前さんもな。リゼットさん、本当にありがとうございました。細やかな気遣いにサポート、バンさんの危機も救ってくれましたし、すっごく心強かったです。つうかマジで所長と入れ替えた方がうまく回るんじゃねえかって。おい、まあ俺もそう思わんでもねえが。こちらこそ良い経験をさせていただきました。ジュディスさんはレオンドールを逃したことを真摯に受け止め、今後は後輩でなくライバルとしてニナさんに来年の両映画祭でのリベンジを誓ったんだとか。いやー、早くも次回作の制作をほのめかしたゴッチ監督も含めて今後の動向が楽しみですね。それでは次の特集です。先日発売されたクイーンシー社の新商品。たぐ、どいつもこいつものんきなもんな。エロ監督に至っちゃあの事件を映画化するとか抜かしてるんだったか。たくましいですよね。転んでもただでは起きないと言いますか。さすがに薬物やマフィアの件は大きくは取り上げられなかったですね。まあ不安を煽るだけだろうしな。ルネたちの情報規制に広告方面からの働きかけの賜物だろう。あの後殿下たちもすぐ回復されてよかったですね。サーラさんとシャヒーナさんもちゃんと借金を返せたみたいですし。いきなり耳揃えて返したから闇金業者の奴らもたまげたみたいだが。さんがいなかったら今頃はアルーシャの導きに感謝します。まあお前さんたちの実力だろ。俺たちはあくまで背中を押しただけさ。バンさん、今回は時間がなくて残念でしたけど、いつか踊りを教えてくださいね。うん、約束ね。今回のお返しも絶対するから。またね、お兄さんに、フェリーたちも。姉妹でしたね。そういえば早速大きな舞台が決まったんですよね。ああ、クロスベルのアルカンシェルとのコラボ公演か。一気にスターダムを駆け上がりそうだが、ま、あの姉妹ならなんとかやっていけるだろう。裏についてもうさんくせえが、表のコネも随分増えたじゃねえか。トップ女優どもに売れっ子監督、将来有望な踊り子姉妹だな。さぞ矢に下がって鼻の下伸ばしてんだろう。おい、矢に下がる？バンさん、ねえっつの、人聞き悪いこと言うな。
大体な、お前らも含めてここまで手広くやるつもりはなかったんだからな。それが今や CID やエルザイム方面まで目をつけられる始末、めんどくさすぎだろでも半分以上はバンさん自身のせいのような。半分どころか 100% だろ皇太子殿下に気に入られたのもすごいと思います。不甲斐なき我が失態、収めていただき感謝に堪えません。いやはや、とんでもない目にあったが、いろいろな意味でいい経験にもなったよ。約束通り報酬には色をつけさせてもらった。後日届けさせるから楽しみにしてくれたまえ恐れ多いですが、ありがたく受け取らせてもらいますよ。しかし本当に興味深い事件だった。アルマータにゲネシスとやら、そしてヴァン君、君自身もね。アークライド解決事務所、 MK 社同様、今後とも応援させてもらうよ。だからありゃ気に入られたっつうより目をつけられたっつうんだよ。まあ報酬の色については遠慮なく受け取るけどなやっぱり7割以上は。いや 120% だろこりゃ。だがまあ手を広げすぎるとやっぱろくなことはねえな。第一マルドゥックは関係ねえだろ。マルドゥックは出向サポートはあの時限りで、今は元通りのテスター契約だけだしな。は？え？なんだよその反応は。その、おい小娘、また黙ってやがったのか。そんなことは。あれはアーロンさんの時だけで。失礼いたします。と客か。はいはい、お待ちくださいよっと。まあ待て、落ち着け。皆様ご無沙汰しておりますと言っても5日ぶりですが。時間ぴったりかよ。クソ真面目なメイドだな。道には迷いませんでしたか。ええ、ご住所は以前から把握しておりましたので、改めてこれからお世話になります。はあ！おいおい、ちょっと待て、一体どういう。先日の事件についてオレド本社での各種報告とリスク分析が完了いたしました。その結果、極めて異例ではありますが、現地 SC としてのサポート業務継続の必要性が検討され、この度めでたくアークライド解決事務所への長期出向の申請が降りた次第です。その私たちの事情も本社には伏せつつ、メアちゃんも含めてサポートできるそうで、シャードしないやその他サービスなんかもいろいろと受けられるらしいです。ああ、なんか動力ネットを使った最先端のサービスが試せるらしいな。はい、バン様同様、皆様にはテスターとして協力していただければと。もちろん不都合な契約にならないよう誠心誠意計らわせていただきますのでリゼットさんでしたらそのあたりも安心できますから。ああ、すでに3階の部屋も契約済み、荷物も置いてまいりました。伺います限り、非正規雇用の税務手続きや保険申請なども滞っていらっしゃるご様子、もろもろサポートさせていただきますので遠慮なく申し付けてください。全部押し付けるのはさすがに。その
私も勉強させていただきますので。あ、早速ですけどシャウド足場を使った戦術指南を。お前ら俺を差し置いて話を進めまくってんじゃねえ。この調子でいくぞ。評価ランク更新させていただきます。おう、もらっておくぜ。ま、いいんじゃねえか。光栄です。事務手続きから身の回りのことまで全て私リゼット・トワイニングにお任せください。